ドアンクエは、ベトナムの軍人、政治家、国防大臣、ベトナム共産党政治局員、党中央軍事委員会副書記を務めた。別名簿を、ティエンチン。最終階級は大将。ドアンクエは1923年、フランス統治時代の中部、クアンチ省、チエウフォン県ンチエウタンシャザーダン村に生まれた。8月革命前の1945年、 インドシナ共産党に参加。1945年6月、クアンビン賞臨時政治委員会の設立に加わり、小委員会軍事委員を務めた。同年9月に英国団に入隊。第5000区上級軍事幹部を経て、1946年6月1日にクアン外陸軍中学政治委員に任命された。同年12月にインドシナ戦争が勃発すると、中断誠意。 師団副政威を務めた。ベトナム戦争中は、第351砲兵師団聖威、第4軍区副政治委員第5軍区司令官を歴任し、その後は、カンボジア中流ベトナム志団軍司令官を務めた。1974年、少々に任命。1976年12月、第4回ベトナム労働党大会において、党中央委員に選出される。 1980年、中条。1982年3月、第5回党大会において、党中央委員に再選出。1984年12月21日、上昇に昇格。1986年12月、第6回党大会で、党中央委員及び、党政治局委員に選出され、党内序列第12位となる。 1987年2月16日から、ベトナム人民軍総参謀長を務め、国防次官を兼務した。1987年7月からレルックアイン、国防大臣と共に、常備軍兵員の半減と国防被削減を含む、軍縮という軍人には、不利な政策を推進し、ドイモイ路線に協力した。しかし、ソ連、東欧諸国での政治動乱、社会主義の崩壊を、 帝国主義者の武力を使わない社会主義だと戦略とみて警戒し、また1990年3月の中央委員会第8回総会では複数政党制を主張する急進改革派のチャンス安ク政治局員兼書記局員を激しく批判し、全役職からの解任に追い込むなど保守的な態度を見せている。1990年1月10日の国家評議会決定により、 大将に昇進。1991年6月、第7回党大会で、党政治局員に再選出され、序列第5位に昇格。同年8月、防ケット内閣の国防大臣に任命された。党中央軍事委員会副書記を兼務。1997年6月から7月に、開催された第8回党大会において、政治局員に再選出され、 序列第6位となる。同年9月頃までに国家主席候補の一人として名前が噂され、確定的との報道が一部外国メディアによって流された。しかし、12月には国防大臣を退任し、当中央防衛局長のポストに転じている。第7.89期国会議員。1999年1月16日。 東軍委員会副書記在任のまま死去した75歳ボー彼の母親はグエンティズオンとドアンツイ大佐である。ありがとうございます。